こんばんは。今日も懲りずになんとこの、髭が生えて髪の毛ボサボサで目が開いてるかどうかわからない。ふやけた顔の黒町工場町工場のおっさま、今日もなんと、青二歳バイオマスゲリラセミナーなるものをございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか？私は相変わらず、から元気です。九州は福岡方、今日は雨が降っておりました。じゃんじゃか、と降っておりました。まあ、小雨模様の時もあれば、大雨が降る時もあったんですが、さすがにですね、さすがになんと、槍は降ってきませんでした。当たり前なんですけど、今日実を言うとですね、作った製品を、作った部品をですね、今日は現地に持って行って、お客様の具体的には、あらら、雨をまとめました。設置場所にも運んでいってですね、組み立て、据え付けをやってたわけなんですけど、あいにくの天候でですね、今日はですね、思う通りはかどらなかったんですが、まあ工場は狭いもんですから、工場で作ったものはですね、すべて、持っていくことができたので、その辺は良かったんですけど、ただ組み立てるっていうのができなかったんで、今後の工程に若干は影響を与えるということなんですね。もう6月なんとか冷めてしまうという仮想ですので、なんとかこれからもですね、存分に働きまくりましてですね、なんとか納品させていただこうというふうに考えている次第でございます。結構降りますね。今、大雨みたいに、じゃんちゃが降ってるみたいですけど、さすがに槍だけ降らないねと、ありがたい話なんですけど、そんな話はどうでもいいですね。それと、ちょっと報告させて、この場を借りてですね、なんとこんな場を借りて報告させていただくと、九州大学、福岡は、国立大学であります、九州大学、存在しますが、存在と言いますが、九州大学ありますけど、そこの九州大学の方にですね、客員教授の方いらっしゃるんですけど、その方に、バイオマス、この今から申し上げると言いますか、従来からやってるこの、バイオマスセミナーでやってますですね、このバイオマスですね、バイオマス。あるいはですね、バイオマス、あるいはですね、熱乾燥、手前どもの方は熱乾燥ということを利用してですね、他にもないシステムを組んで、なるべくじゃないですね、ゼロミッションを目指すこと、廃棄物をなくしてしまおうという発想でのシステムを組んで、提案させていただいているわけなんですけども、それをより一層ですね、技術的、学術的に充実させる意味合いでですね、九州大学の方に入っていただくというのが、来月、今月は6月ですけど、来月の7月から、7月から入っていただくことになりました。一環としてですね、6月の最後の週、6月の何だったっけ、20何日かにですね、ちょっと講義を受けることになってます。九州大学で、大学で講義を受けた上でですね、7月から具体的にはアドバイスとして入っていただくと、例えばですね、お客さんの方の要望があればですね、その客員教授を連れて、参りまして、一緒にですね、お客さんとの相談をさせていただくことも可能であるということを、ここで断言させて、断言することは必要ないでしょうけど、ここで、申し上げておく次第でございます。このおっさん以外にはですね、よりですね、詳しい内容での説明も今後はできるようになるというふうに考えるし、私自身じゃなくてですね、人の手を借りるわけですけど、やはりこのより詳しい方が入っていただくことによって、より充実したものができるんじゃないかなというふうに考えているわけでございまして、でございます。それとベンチャーマーケットで7月25日に展示会で採択されたんで展示させていただきますけど、その同時に開催されるですね、ビジネスプラン発表会、ビジネスプランの発表会、ベンチャーマーケットでのビジネスプラン、福岡のですね、福岡のビジネスベンチャーマーケットでのビジネスプラン発表会のですね、発表、採択されるかどうかの発表が、来週の月曜日になります。さあ、どうなることでしょうか。これに採択されればですね、展示会とともにビジネスプラン発表会ということで、プレゼンテーションができるわけですね。この際は30分間なんですけど、プレゼンテーションができればよりいいぞ。自分らの、私どもといえばですね、香水分率の化石燃料、代替燃料化、これは、有機物、
あるいはバイマスをその化石燃料、代替燃料で使おうという、そういったシステムの内容の説明なんですけど、他社もいろいろございますので、いろんな会社がですね、自分らの考えているビジネスプランというのを発表して、これをですね、大々的なアピールするという機会が設けられるわけですね。それに採択されるかどうかというのは来週月曜日に決定するということです。そんなとこかな、そんなとこです。それではですね、私事で大変申し訳なかったです。それでは今日、これからですね、バイマス日本総合戦略の話は前回で終わりというふうに説明したんですが、なんとですね、もう一度ですよ、振り返って。なんで振り返るかというとですね、やはりこの背景にある、大元にある、このバイマス日本総合戦略、この日本国が立てた戦略なんですけど、この背景をですね、4つ挙げました。前回4つ挙げたんですけど、これについて詳細に説明しなかったので、やはりこのバイマス総合、日本総合戦略そのもののですね、そのもの、その存在価値、存在もそのものはですね、いかなる背景にあったのは、やはり、いかなる背景にあったのか、あったのかといいますか、いかなる背景で作られたのか、作られたのかをですね、やはり詳細に説明するべきではないかというふうに、私自身勝手に思い込んだわけですね。思い込んでしまいました。それでですね、今回からはですね、その、バイマス日本総合戦略の背景の、詳細な背景の実情、その背景とは一体何なのかと、概略ではなくて、具体的に何なのかについて説明申し上げていただきます。さあ、いきますよ。こんな日にですよね。どなたもいらっしゃらないですけど、さすがです。何がさすがか用がないですけど、このバイオマス日本総合戦略、この日本国におけるですね、バイオマスのそもそもの立ち位置、まあ、その戦略そのものはですね、元となるのがやはりこのバイオマス日本総合戦略ではないかというふうに、勝手に思い込んでいる次第でございまして、この見直しがですね、平成13年度の3月31日で閣議決定して、今現在では、この内容で突き進んでいるというのが実際なんですね。で、この、概略って言いますか、背景を大きく4つ挙げたんですけど、これはですね、何かというと、地球温暖化バズ防止であると。このバイマスにおいて、地球温暖化防止を目指そう。あるいは循環型社会形成を目指そう。で、3番目に競争力ある新たな戦略産業の育成ですね。新しい産業ですね。そして、地方地域、地産地消で農林漁業、農村。漁村の活性化を図りましょうと。雇用の促進、地域では地産地消による地域産業の発展、そして雇用の促進というところですね。まあ、これが一番私としてはですね、私としては新産業の創立、そしてこの地域産業の発展、まあ全部ですね、考えて循環型社会形成もそうですね、使い捨てから循環した資源リサイクルを目指そう、そして地球温暖化、CO2 削減、まあ考えたら全部ですね、ということなんですよ。ということを言えるとかもしれませんけど、それでまずですね、地球温暖化防止、なぜ地球温暖化防止をこのバイオマス日本総合戦略の中に、の背景になぜ地球温暖化防止があるのかということでの説明ですね。はい、いきます。で、地球温暖化防止、これ、これっていうのは失礼ですね。この内容についてはですね、2005年2月、京都議定書発行により、基準土地、基準年、1990年比、京都議定書で CO2 削減しなさいというのを決められたんですけど、それは、基準都市っていうのは、基準の都市がですね、それは全世界的に1990年と決められているんですけど、それに基づいたその比率、比較でですね、比率じゃないですね、比較ですね、2008年から2012年までに 6% ですね。これ CO2 に限った話じゃないですね、温室効果ガスというのは実はメタンとかいろいろあるんですよ、実はですね。ただ、CO2 ということで、この温室効果ガスというのをやってるというのはですね、一番削減がしやすいと言いますか、最もですね、温室効果ガスの中の含められる、温室効果ガス、ごめんなさい、温室効果ガスの中で最も多いのがやはり CO2 ということで、その CO2 について削減しようということですね、実際的にはね。で、6% の温室効果ガス削減義務が、課せられたわけですね。義務化されてるんですね、結局ね。これ、全世界から日本国が義務化されてる。義務化されるんであればですね、当然、守らなければ罰則もありますよ、罰則。罰則についてはですね、木材のところで説明申し上げたので、今回説明しませんけど、やはり罰則がつかないようにしないとですね、今後のやはり日本国の存在自体にもですね、やはり考えなくちゃいけないところ、出てくる可能性が十分にあり得るということで、次いきます。はい、義務履行を確実に達成するために、それで、
実を言うと日本はですね、2005年4月に京都議定書目標達成計画というのを立ててるんですね。要するに京都議定書を達成する義務の履行を確実に達成するために罰則がつきますからね、守らないと。それで、京都議定書目標達成計画。最近はそういえば CO2 削減25%っていうのはどうなるんでしょうかね。最近はっていうか最近あまり話題に上ってないけど、あれ、25%って鳩山さんが打ち出したんですか、民主党ですね、要するに。大丈夫なのかなというふうに思うんですよ。これだけの原発がダメになって。となるとですね、そんなに簡単に CO2 削減っていうのはできるのかなというのはあるんですけど、まあ、省エネですね、ポイントは省エネ、それと再生可能エネルギーへの移行ということになっていくんでしょうけど、ただ、この2025年度までに、2025年だったって忘れました、すいません、25%確信できるかって以前ですね、6%も大丈夫でしょうかというのもあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあいいですね。で、この京都議定書目標達成計画の内容はですね、バイオマスについて言えばですね、バイオマス炭鉱蓄によるバイオマス利用の推進、そしてバイオマスエネルギーのによる新エネルギーの導入の促進ですね、バイオマス炭鉱素。元になるのがやはりバイオマスについてはですね、バイオマス炭鉱層というのが一つ挙げられてて、それに基づいてバイオマス利用の促進、そしてバイオマスエネルギー、新エネルギーの導入促進、そして次に森林なんですよね、やはり。森林。なぜ森林かというとですね、これ獲得吸収量の上限値というのを定められてて、対比、基準排出量の3.9%はですね、森林経営により CO2 削減したことにしましょうという基準があるわけですね。で、それを確実にするために森林吸収減比率対策、森林吸収減対策というのを打ち出しているわけですね。そういう意味で、この森林経営、つまり森林の荒廃を防ぐことにおいてですね、この CO2 削減を達成しようということなんですよ。バイオマスについて言えば、この CO2 削減としてこの2つが大きなポイントであるというふうに言えるわけでございまして、木材について、森林についてはですね、このバイオマスセミナーでも従来申し上げた内容です。森林を、要するに森林の荒廃を防ぐことによって、それにおいて CO2 削減したことにしようという、しようと言いますか、森林をそのものをですね、きちんと、経営されればですね、森林そのものの経営で、CO2 削減したことになるということが前提にあるわけですね。それで、今申し上げたバイオマス構想と森林ということの2本立てが大きな、この京都議定書と目標達成計画であるわけですね。で、このちょっとバイオマスについて総合的な話、世界的な話を説明させていただくとですね、2002年のヨハネスブルクで開催された持続可能な開発に関する世界史の会議というのがあったわけですね。で、そこで実施計画、持続可能な開発に関する世界首脳会議っていうのがあって、それで採択された実施計画、その中に実はバイオマスというのが含まれたんですね。で、バイオマスの総合的な利活用は国際的な行為事情となったわけですね。バイオマスを利用することは、これはですね、実態的にはいいことだと、実施計画としてどんどん進めましょうということが2002年で実はですね、合意されたということなんですよね。バイオマスについては。そういう背景もあるんですが、それでですね、それでこれなんですよね、やはり。循環型社会形成に向けてっていうのが、このバイオマスを進める上で大切なところなんですけど、これまでの有限な資源から大量生産、大量消費、大量廃棄の一方通行社会を改め、そうですね、改めるんですよ。それで限りある資源を有効活用すると。それにより循環型社会への移行、もうバイオマスを通してやろうという発想ですね。で、これ実を言うとですね、循環型社会形成基本法というのがあるんですけど、ご存知でしょうか。この循環型社会形成基本法というのがあるんですけど、この理念を具体化する、この理念ですね。これ理念というのはつまり循環型社会形成なんですけど、この理念を形成するために、このバイオマスというのを位置づけようというのが根本的にあるわけなんですね。背景にあるわけなんですね。そういうことなんですよ。ちょっとなんだ、電話が入ってきたな。携帯に誰だろう。ということなんで、今日はこれで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、財前。さよなら、ありがとうございました。